小笠原、ブチ切れてベンチを破壊する。選手が納得していない投手交代はあかんよ。小笠原の顔がくっそこわかった。ベンチで感情をあらわにしたね。戦う顔してる。清水が降板した時にコーチがなだめてたな。小笠原はよく頑張ったと思う。あの場面で変えられるのは悔しいけど役目は終えた。小笠原ブチ切れてるやん。全然納得してないよ。コーチがなんとかなだめてるやん。立浪はしっかり小笠原に説明したんか。清水はよく踏ん張った。采配としては成功。清水が采配を成功にさせたね。ベンチをアホみたいに小笠原が殴ってるけど物はあかん。立浪も虚無やないか。記事を見て思ったことはコメント欄へ。高評価もぜひよろしくお願いします。